こんばんは。少し話いい？無理ぽー。え？ごめん。ならまた改めるね。うそうそ。別に暇だよーん。なら大丈夫？もちならーん。昨日の夜のことについてなんだけど。昨日の夜？あ、もしかしていろいろと声がうるさかった？ついつい旦那と熱中しちゃって、キャーってれる。そんな声は何も聞こえなかったよ。そうじゃなくて。嘘だって、旦那は昨日夜遅かったからそんなことしてないし。そっか。私が言いたいのは物音のこと。物音？引っ越しでもしてるのかと思うくらいドタバタ言ってた。それに走り回ってるような足音とか、お子さんと鬼ごっこでもしてた？引っ越しも鬼ごっこもしてないって。そんなのするわけないじゃん。そうだよね。あー、でも友達が来てて飲み会してた。でも別に騒音っていうほど暴れてないし、神経質すぎるんじゃない？前も注意したけど、ここ結構足音聞こえるから。それにアキさんってお酒飲んだら記憶なくすくらい酔うでしょ。酔った時は結構暴れたりするし、それじゃないかな。え？絶対嘘。私絶対暴れてないもん。隣の家と勘違いしてるんじゃない？私の名前はさゆり。今 LINE をしているのはママ友であるアキさん。アキさんは私の上の階に住んでいるママ友です。普段は優しく仲のいいアキさんですが、困ったことに家での騒音がひどいのです。前注意した時は夜中にダンス、昼間に窓全開で音楽を流して家事など、何度注意してもやめる気配がありません。ここ最近は夜中にひどく暴れるような音がするのです。もう我慢ならないと思った私は彼女に LINE をすることに。私の部屋角部屋だし、隣の家の人は住んでない。前々から注意してるけど、結構音響くから気をつけた方がいいよ。他の人からも言われたりしない？言われたとしても、はいはいって言ってる。絶対私の家じゃないので勘違いですって。でも実際アキさんの部屋からそんな音がしてるんだから、ちょっとは気をつけた方がいい。あー、ごめん。今、昨日飲んでた人から動画が送られてきたんだけど、私めちゃくちゃ暴れてるわ。相手の人も一緒になって踊り出しちゃってさ。ごめんね。夜中に暴れられると困る。子供だって寝れないし、旦那も眠れなくてイライラしてるみたい。へえ、それで？それでって何？私謝ったよね。ごめんって LINE で打ったよね。うん。なら許してよ。一回二回じゃないでしょ？これで何回目？昼間の子供や旦那がいない時はまだいいんだけど、夜の睡眠を邪魔されるのは結構きつい。なら私に酒飲むなって？私の行動を縛る権利があるの？酔って暴れる人は法的にお酒を飲んじゃいけないの？そんなこと言ってないけど、酔って暴れるならお酒は控えて。ましてや友達と飲んでたんだから、その友達はアキさんを止めなきゃ。なんで一緒に暴れてるの？ノリがいいやつだからさ。私の友達のことを悪く言うなら許さないから。そうじゃなくて、それにお子さんは大丈夫なの？夜中にそんなに暴れたんじゃ寝れないでしょ。子供は今体調悪くて寝てるから大丈夫。体調悪いなら大丈夫じゃないじゃん。夜はゆっくり寝かせてあげなきゃ。あー、ごめんごめん、言葉足らずだったわ。体調悪くて昼に寝てるから夜寝れないの。いやいや、そういう問題じゃなくて、夜も静かに寝かせてあげないとかわいそうだよ。私の子育てに文句言わないで。私の家には私のルールがあるんだから。でも旦那さんはなんて言ってるの？旦那は昨日帰ってきてないから。あれ？でもさっきは遅くに帰ってきたって言ってたよね。ああ、あれは勘違いだったわ。昨日旦那は帰ってきてない。最近仕事が忙しいみたいで。そうなんだ。とりあえず私の家の子育てに文句はつけないで。要件それだけなら LINE 終わるから。今日も友達が遊びに来るからまたねー。ちょっとアキさん。ですが数日経っても夜中の騒音が収まることはありませんでした。何度注意の LINE を入れても謝りはするものの全くやめてくれません。夜中の1時2時にあんなにドタバタされて、私も旦那も眠れずにいました。ねえ、今何時だと思ってるの？え？ 2 時半だよ。私に LINE を打ってるそのスマホを見ればわかるじゃん。もしかして天然？
ちゃんと時間は分かってるみたいだね。なんで2時半から掃除機をかけるの？音が気になって眠れないんだけど。だって汚れが気になったんだもん。汚い部屋で寝るとか、私リーム。ならフィルマにすればいいでしょ。なんでこんな夜中にするの？学生の時なかった？何が？テスト勉強してると、いきなり部屋の掃除をしたくなる時。そんな感じで、眠らなきゃって思うと掃除したくなるんだよね。意味わかんない。汚い部屋に住むさゆりさんにはわからないか。ゴミ屋敷みたいな家に住んでるアキさんにだけは言われたくないです。失礼しちゃう。それに私の家見たことないよね。アキさんの家とは違ってちゃんと綺麗にしてるから、昼間に掃除機も毎日かけてるし。ああ、これだから専業主婦は楽でいいわね。ああ、嫌だ嫌だ。アキさんだって専業主婦じゃん。私とあなたを一緒にしないで。私はめちゃくちゃ忙しいんだから。はあ、とりあえず掃除機は今すぐやめて。私も旦那もここ最近ずっと寝不足で困ってる。かわいそう。ちゃんと寝ないとお肌がパリパリになっちゃうよ。ただでさえパリパリなのに。ダメだぞ。アキちゃん心配だよ。心配する暇があったらその掃除機を早くやめて。もううるさいな。これ以上続くようなら私もいろいろ対策するから、その時に泣いて謝ってきても許さないからね。そんなことにならないし、カッコつけて受ける。後で恥かくことになるのはさゆりさんだよ。スクショ撮っとこうっと。勝手にすれば。注意したからね。ねえ、今は何してるの？相変わらずうるさいんだけど。今日は別にうるさくしてなくない？言いがかりはやめてよ。さっきからドタバタうるさくて寝れないの。もう1時なんだよ。旦那とゲームしてるだけ。ちょっと足踏みとかしてるけど、ドタバタなんて大げさだな。じゃあ旦那さんに注意するね。え？ちょっと待って。旦那そういうこと注意されるのすごく嫌うからさ。ごめん、私の方から注意する。だけど何度言っても聞かないよね。ならやっぱり旦那さんにも言うべきだと思う。大丈夫大丈夫。私からちゃんと伝えるし、これからはこんなことがないようにするから安心して。というかもう言っちゃった。は？だから旦那さんに夜中の騒音のこと言っちゃった。嘘でしょ？本当に？本当に。何回も注意してるのにあまりにも聞かないから、ちょっと前に旦那さんに言ったよ。絶対嘘。だって私旦那から注意されてないもん。嘘つくならもっと上手につきな。それは旦那さんから頼まれたから。は？意味わかんないんだけど。俺は今単身赴任中だから、家で何をしているか調査する間もう少しそのままにしてほしいって。え？その間は申し訳ないけどホテル代出すからそっちに泊まってって。ちょっといいホテル取ってくれたんだよね。使い勝手もいいし、子供の学校にも近い。騒音はなくなってぐっすり眠れるから最高だった。ちょっと待ってよ。なら旦那は前から知ってたの？うん、浮気の証拠が集まったからもう大丈夫ですって言われた。浮気なんてしてないし。いやいや、私に弁明されても。夜中にドタバタしてたのは男の人を連れ込んでたからなんだね。それに一人だけじゃなくて、とっかえひっかえで。私そんなことしてない。旦那もきっと勘違いしてる。説得していつものラブラブ夫婦に戻らないと。家に監視カメラつけてたって言ってたから無理じゃないかな。そんなことまでしてたの？らしいよ。それにお子さんを実家に預けてたんだって。体調が優れないから預かっててほしいって言って、旦那さんめちゃくちゃ怒ってたからね。違うって。本当に体調が悪かったの。最近よく咳してるの、さゆりさんも見てたよね。いや全然元気だったじゃん。というか私に LINE してないで旦那さんと早く話し合ったら？というか今頃旦那さん家に向かってるか。嘘。本当だ。旦那帰ってきた。単身赴任先から仕事終わりに帰ってきてくれるなんて愛だね。そんなわけないじゃん。それじゃゆっくり話し合いどうぞ。いやー。その後、アキさんと不倫相手の男は深夜だから迷惑がかかると近くのファミレスに連行。そこで洗いざらい吐かされたそうです。後日
旦那さんからは本当に迷惑をかけて申し訳ありませんでしたと謝罪をいただきましたが、旦那さんは何も悪くないと話しました。その次の日、アキさんが謝りに来ましたが、顔はボロボロで深いクマが刻まれていました。旦那さんからは離婚。もちろんお子さんは旦那さんが親権を持つことになり、今回の騒動がバレて両親にも感動されたそうです。そのせいでアキさんは不眠症になってしまったのだとか。これで寝れない辛さが少しは分かってくれたかな？皆さんもこんなママ友にはご注意を。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。